どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうね。 Yes。 はい、今日の動画は何でしょうか。好きな海軍キャラベスト3発表してみた。よい、来ました、このシリーズ。シンプル企画、シンプル企画ですね。一つ目が結構良くて、やっぱね、好きな海賊団でしたっけね。うんうん、そうだったね。やったんで、やっぱこういうのも出した方がいいんじゃないかということで、次は海軍キャラ。いいね。むずいよ、かぶりそうだしね。そうだよ、かぶってもまあいいんだけどね。全員かぶるかも。全員かぶるしかもだし、あえてちょっと避けたら違うかもしれないと。全然出ない人は出そうだよね。譲り合いすぎて超メジャーでも来ないみたいな。こいつ出さなきゃみたいなやつもやっぱいるじゃないですか、なんかある程度。はいはいはい、そうね。好きなキャラね。でもいや、でも好きってなるとむずいんだよな。本当に好きなのってひねくれてるからな。いや、いいです、別にひねくれなくて。難しいな。そう、ひねくれてんのよ。自分の好きをその疑わなくていい。まあまあまあ、好きなら好きで。いや、どういう気持ちで好きなのかが分かんないとかあるじゃないですか。そのいじりしろで好きなのかとかさ。はいはいはい、なるほどね。はいはい、自分の好きがどういう好きか分からないって、なんか気になってる子に対する態度みたいな言い方してたけど。ああ、いいですね。じゃあ、いろんな曲も発表しますから。ぜひ、はい、分かりました。じゃあ3人でね、ベスト3発表し合っていきたいと思います。ぜひ皆さんのキャラもね、コメント欄いただければと思います。やっていきましょう。それではいきましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方よかったらお願いします。いろんなワンピース企画あげてます。一緒に楽しんでいきましょう。はい、じゃあいきましょう。はい、どこから行く、誰から。かぶったら困るから俺。じゃあ K さんからね。はい、や、手あげんの。うん、かぶったら困るからね。はいはい、うん、はい、いいですよ。じゃあ K さん3位。はい、3位は一緒、フジトラ。うわ、いきなりかぶったわ。フジトラね、いきなりかぶった、うん、いやー、入るよな、フジトラ。フジトラ好きなんだ。やっぱ強い、強いのがまずいよね。まず大将ですね。うん、基本強い。今回ここからはもう強いとしか多分言わないかもしれないけど、はい、先に言って強い、まず強いね。はい、強いね、フジトラは。まず強いよね。はいはい、まず能力がね、強いじゃん、もうなんかこう強いね。何ですか、隕石降ってきますから。はいはいはい、あれね、界隈によっては1個地球というか星を潰せる能力ですから、もう簡単に。まあ本当そうだよな。そうやろうと思えばさ、ボカーンっていっぱい降らせれば多分いけちゃうぐらいの力だと思うんですよ。うん、はいはい。やっぱそこの圧倒的な強さね。圧倒的な、圧倒的ね、圧倒的な強さ。あとなんかまだ能力隠してる感ちょっと感じるし、まあ確かに全力のバトルないもんね。そう、まだそこが見えないっていうところがあるんですよね。そうっていうのがまずあるのと、あとやっぱりいいよね、なんかこういい人、いい人っぽいよね。それはマジであんだよな。いや、マジである、市民のためだよね。そちらをちゃんと正義としてやってるから、やっぱそういう意味ではね、ああいう人が本当はね、トップにならなきゃいけないんだろうなと。そうね、思うわけですよ。そうね、みたいなところもあって、やっぱりフジトラじゃないっていう海軍のだね。フジトラはいいね。それはいいよ。いいでしょ、フジトラ。今後どうなんだろうね、誰と戦うんだろう。いや、だからそこもあるかどうか問題でね。その多分その世界政府との戦いにはなるじゃんってなった時に、フジトラはもうどっちサイドつくかだよね。確かにね。だって元はといえば、その七部会制度撤廃しようとして、要は市民のために海賊は潰さなきゃいけないっていう立場なわけだから、だから逆に市民のために、あれ世界政府ダメじゃねってなったら、全然世界政府やめそうであるよね。海軍が海軍とも小競り合いしてるからね。揉めてるからね。本当だよね。来ちゃダメって言われたとこ入ったりしてる人だからね。ねえ、マリージョには政府の指揮を合いやせんのでって言ってたからね。言い訳もうまいんだもん。ケイさん似てるもんね、言い訳うまい。いやいや、そんなことないけどな。どっちかと言ったらケイさん下手そうだけど。言い訳は全く得意じゃないよ、私。バンちゃん、すぐバンちゃん。いや、いいね、藤虎は。いや、藤虎めっちゃ好きだわ。俺藤虎悩んでたな。まあ私の場合はまだそこが見えないキャラが結構好きなタイプなんで、先に言っちゃうとね、あれ、これはもう言っちゃまずいか、言ったらちょっとジャンプになっちゃうね。ないよ。じゃちょっとジャンプ、はい、まあキザルとかはさ、
もうあのねちょっと少し勝敗が見えたというか、勝敗が見えた。やっぱもうルフィのが強かった。ルフィのが強かったんで。厳しいな、もうちょっと負けたらもうここに入ってこないっていう厳しさ。負けるとか勝てそうな雰囲気が出ると僕順位にも入ってこないんです基本的に。この場合。すごい百獣海賊団の考え方。弱肉強食なんだよねこの人。そうなんです。基盤が入ってこないかなっていう感じではあるんですね。なるほどね。うん、はい、じゃあ終わり。はいはいはい。はい、だからフジトラ、はい、フジトラね、うん、はい、じゃあ僕すいません、はい、これだけは外せなかった、はい、3位ネズミ。いや違う誰も取ろうと思ってない、大丈夫。そんなごめんなさい取っちゃってみたいな感じで言ってる。じゃあ大丈夫、ワンチャン1位も全然あったんだけど、さすがに佐藤さんふざけすぎって言われるのはちょっとちょっとそこを添えて怖かった。3位、怖かった。いやなるほど、そっち軸ね、そっち軸 ね、 確かにね。やっぱ僕は最初の方に出会った海軍、やっぱ僕はクリーク編から見てるからさ、まあ、フルボディとネズミぐらいしか合ってないのよ。 あとプリンプリンね、はいはい、でこの3人の誰かってなったらやっぱネズミのキャラの濃さね。いやまあキャラ立ってるもんな。あと K さんと同じ、やっぱそこが知れない、うん、そこが知れない、そこが知れないキャラね。何のそこ、そこ知れてるんだ。どんな強さがあるんだろうっていう期待感もあるし、ないそこが知れないからね。ない、うん、あと悪すぎね、悪すぎね、姑息な悪さ、ね、姑息な悪だね。うん、フジトラと同じくらい姑息だよね。姑息じゃない、言い訳、言い訳ぐらいする、ね、言い訳ぐらい姑息、姑息、うん、いやいや姑息じゃねえよフジトラ。いやいいよね、ネズミ意味が分かんないもん。いやいやいい、ね、ネズミって意味が分かんない。いいキャラしてるよね。これはちょっと入れなきゃだったな、ね、フルボディも好きなんで、やっぱあの姑息、うん、ハエ入ってるぞってやんないもんだって。ハエ入れてるからね。ハエ入れちゃってんだから。うん、だからこの2人がタッグ組んだら相当好きだけどね。姑息ペア、姑息ペアで今もうフルボディ改心して頑張ってるんだからやめてやるよ。もうハエ入れねえよ多分あいつ、頑張ってるから。はい、ね、頑張ってるから。じゃちょっとネズミだね。いやいいね、すいません、ちょっと高橋さん言うつもりだったと思うけど。いや言わないよ、あーって言ってないでしょ俺。入ってない、いや内心傷ついてんだろうな多分。2回被ってたら嫌じゃん、なんか、なんかみんなにも申し訳ないじゃん。繊維喪失してないよ別に。ネズミ取られたってなってないから。はい、はい、うわ俺どうしよう、俺でもここ、いやフジトラだったの最後、そしたらフジトラが3位だった、ほんと一緒だったね。この後取られるかな、いやまじゃあ、うん、まあ、1位とか突き通していいんじゃない。1位は突き通すわ、うん、俺は計算言いそうだけど、うん、1位にはもう俺はもうここ確定なんで。あ、そうなんだ、もうこれは言うのが決まってる、うん、だから遊ぶとしたらここなんだけど、でもここも遊ばず、うわー、じゃあもうここいきます、うんうん、これ盲点じゃない、私の好きな海兵3位、ドンキホーテロシアンテ、コラソンさん、コラソン、ね、中佐だからね、中佐か、ちょっとこっちでいきますね、うん、もうこの人は海兵ですから、そう、ね、しっかりと任務果たしてるのかな、うん、ちゃんと、うん、ね、でもいいやつ、うん、なんか優しすぎるがゆえの危うさもあるぐらい優しいじゃん、うん、そうね、コラソンは、うんうんうん、ねえ、やっぱコラソンはいいよね、うん、でめちゃめちゃ強いとかじゃないんだろうけど、うん、ただその自分の使命、やっぱ兄の暴走を止めるっていう使命と、うん、やっぱローという少年に対する愛、うんうん、でもともとドンキホーテにね潜入してんのも、うん、その少年たちが寄りつかないようにあえて厳しくして、ね、追っ払ってたわけですから、うん、その子供たちに対する愛、これ以上兄の暴走をさせないんだという、なんかまあそこに対するね、ある意味愛じゃないですか ね、 そうね、ドフィーに対してもね、うん、まあ多分あったろうしね、うん、本当にローにハートを心をくれた人物として、うん、なんか本当愛がある人、うん、そうね、だよね、海兵の中でも、うん、なのでコラソンかな、やっぱ好きですね、アプーの天敵ね、アプーの天敵ね、やっぱそれで3位じゃないです俺。アプーに対して絶対天敵だよね、うん、最高3位じゃないです、うん、違う、アプーの天敵でノミネートしてないんですか、どれかな、アプーアンチ。Kさんのアンチランキングもやりたいね、やりたいね、アンチ当てようよ俺らが、Kさんのアンチランキング当てる、ね、ね、トップ5当てようよ。それやろう、でも結構言ってる、動画で結構言ってるからね、言ってるっけ、この動画も500グッドでやります。やりたい、 Kさんのアンチのキャラのランキングね、いいじゃん、うん、で俺なんかそのコラソンって意味だと、あの戦国もね、じゃあちょっと2人言うかもしれないからあれだけど、
戦国さんでもいいよ ね, 戦国もね強いよ。いや本当人間ができてるんだよね。やっぱ人間できてる人結局好きなんですよね、うん、やっぱコラソンに結局ねその指導したのもいろいろ教えたのも戦国ですから、うん、そこ拾ってやってるのも戦国ですね。そうね、ちょっと戦国で悩みますよ、うん、はいコラさん、はい3位、はい、では、うん、K さん第2位、2位、はい、はい、2位ね、2位は、はい、戦国。うおー、ここへ来て、おー、うん、来た。戦国でも2位なんだ。そこまで行くんだ。戦国2位ね。いや、まあ、やっぱりまだ負けてないからやっぱ、うん、そうね、もうそこなんだ、うん、負けてないから弱肉強食すぎ。多分強いと思うでしょ。強いでしょ。いやまあ強いよ、それは強いです。それはだって大将から元帥までやってんだから、うん、別にあの頭だけでそこまでいけないでしょ多分。だからやっぱまあね、実力もあるよ、パワーもあるはずなんだよ、うん、きっと、うん、いやあると思うね。だから強い、多分強い、そこが分かんないっていうのがまずあるから強いっていうのと、分かんない、もう分かんない可能性あるけどなもうだって引退に近いからね、あれもでも隠居してるからね、戦う可能性あるよね。そうそうそう、隠居人が出てくるのが一番かっこいいからね。引きでね、そろそろ俺も出るしかないか、ドンみたいなね。いやー熱い。いやそれだったら超興奮するな、最終章なんか。戦国は。いやそれ確かに熱い。あとやっぱ金ピカになるからいいよ。そうね。折り紙の金ピカとかやっぱテンション上がるもんね。あの1枚しか入ってないからね、金と銀ってね。そうそうそう、ね、金ピカレアだからね、金が、うん、レアでしょ、うん、で金にやっぱ光るから、ね、基準が少年すぎて最高なんだけどあとちょっと大仏能力も分かんないけど、はい、やっぱ謎めいてるし、ね、なんか強そうだし、はいはいはい、強そうだね、うん、あと衝撃波受けるしね。そうね、強いよねあれね。衝撃波も意味わかんない、なんで衝撃波打てるんだろうっていう。そうなんだよね、あれが。まあまあね、どういう能力なのか。大仏って何、今いる大仏さんっていうのは衝撃波みんな打てるのかな、うん、クレーマーみたいな。すんアホクレーマーね現住種の特別能力っぽいよね、うん、それこそ。まあそういうことだよね、現住種はいろいろね、結構なんかついてるもんね、うん、なんかみんなあるから属性がね、うん、あの衝撃がまずどんぐらい強いかちょっと見たいよね。インパクトぐらい強いって言われてよ、そっぱのインパクト微妙かもね、そしたら微妙かもそれじゃあ弱くね、弱くはないんだけどめちゃめちゃ強いイメージもないし、なんかさ、あの衝撃波で、うん、まあ、船を5体ぐらい一気にバーンって消しされるとかさ、うん、まあ、それこそあれイムサン法は言っていいんだっけ、言って大丈夫よ、言って大丈夫よねどこで止まってんのイムサン法ぐらいの衝撃波がバーンって強いのか、うん、本気でやったらとかね、本気でやったらどんぐらいか分かんないじゃん、うん、わかんないね、覇気もね、あれだから覇王色まとってんのかどうかもわかんないからね、わかんないじゃん、そうね、いろいろ謎はある。覇気まとった衝撃波黒いビーム出るんだね、やばいよねマジでマジで小学生の動画撮ってんのか黒いビーム出るんだね、やばいじゃんやばいよ、ダメ、おもろ、おもろ、おもろいな。あとやっぱ戦国は頭がいいからそこも好きだよね、そういう、まあ地匠ね、そう、先を読むんで、まあ、俺結構キングダムも好きじゃないですか、だからその先読みをして、はいはいはい、多分そのね、あんまりワンピースその先を読んで戦をするっていうのはあんま描かれっていうかあんまないと思うんだけど、はいはいはい、やっぱそういうところが、まあ、頂上戦争とかね、頂上戦争でさ、ね、やっぱ見られたりとかしたから、そうやっぱ それでスクワード事件が起きたわけだからね、スクワード事件、それは戦国だからね、仕方ない、ここが分かったスクワードが悪いけどね、まあスクワードが悪いな、絶対、ああもう絶対アンチにスクワード入ってる、うん、アンチでもないかもね、なんかもうもうもはやラブだよね、ここまでいくといじりすぎてラブだから、ボーディー屋台が怪しいね、一番アンチなんじゃないか実はっていうちょっとまだ分かんないけどね、本当に悪い方のいじりね、そっちはスクワードは愛してのいじりだけどあまあみたいな感じですね、まあまあ戦国いいっすよ、ね、はい、うん、はい、うわ2位、うん、2位どう、じゃあ行きます2位佐藤さん、うん、はい、サウド、うわー、うん、いいねー、穴場じゃない、いやいいね、いや、あ俺穴場だった、抜けてたわ、確かにめっちゃいいわ、サウドいいでしょ、いやサウドめっちゃいいな、いやいいとこ行ったね、うん、もう名シーンも名シーンだからね、あれ名シーンよ、大名シーンよ、ねえ、いいね、しかも今後関わってくる可能性がね、まだあるからね、うん、うわー激アツだな、火の男なのか分かんないし、あれいやワンチャンそれもあるからね、火の傷の男もね、あと今なんて言われてんだっけ、うん、あれなんて言われてたんだっけ、まああのまあ、船長とかじゃあの包帯巻いた船長みたいな、そうだそうだ、一応多分だけどエルバフにね
まあね、そうだよねっていう。ロビンがさちょっと嬉しそうにしちゃってたからさ、うん、そこで違う人なんじゃないかなと思って、スクワードとかなんじゃないかなと思ってるけど、うん、いやいや、包帯ぐるぐる正体隠してるやん、もうバレないように。いや、そうでしょ、いじられないように、いじられないように、雲の隠してるでしょ、雲のなんかマーク、おでこにある雲でね、あの火の傷のマーク、火の傷のマーク隠してるだけでしょ。確かにバンダナで隠してんだからね、ちょっと、うん、サウド分かんない、今後出てきた、熱いし。いやー、まあまあまあ、間違いなくね、何かしら絡んではきそうだからね、うん、絡んではきそうだね、うん、あとかっこよすぎたね、かっこいいね、強いんかな、まあ、まあ強い、だって中将だよ。いやいや、高橋さん、中将は弱いですよ、ね、いや笑うなよ、中将、中将弱いよ、中将のひっくるめてアンチなんだよな、中将って肩書きも。これキャラアンチじゃなくて中将アンチ。サウドは、ね、強さでは認めてない、認めてないというか、まあまだそんな分かんないからね。いやだってあれ、あの大原に来た、うん、あの軍艦あれ6隻、うん、6隻ぶっ壊してるよ、持ち上げて、うん、も軍艦を丸々持ち上げてぶっ壊してる。でもそれってバスターコールでしょ、うん、バスターコールもアンチだった。だからサウドはバスターコールよりは上だね、だから強いから。あ、そうか生き残ってるからね、生き残ったからバスターコールだと。今ね、生きてるのは生き残ってるからさ、中将、ね、の中でもそう数少ない強い強いやつだったね。だからバスターコールでは派遣できない中将だろうね。そうね、特別中将みたいな感じだね。特別中将、うん、聞いたことね、なんだそれ特別中将。はい、サウド、まあ、元海兵でね、元海兵、まあ元海兵って、うん、まあ元海周りだね、うんうん、サウド熱いな、はい、うん、いや俺これでも俺1位にこれ言われるかな、ケイさん、まあいっか、 OK、 とりあえずじゃあ2位いきます。はい、2位、俺の好きな海兵キャラ2位、うん、コビー。おー、コビーね、コビーね、いやーコビーはもう、うん、だってもう一人の主人公じゃんこれ。ネットフリックス見ました、もうコビー主人公だったんだから。いや主人公よ、ずっと出んだからコビー。いや本当だよね。実写版マジでコビー主人公すぎたでしょ、確かにね。ねえシーズン2どうなんのっていう、コビーまたコビーあんだけ出るのかさ分かんないよね。いやでももう出ないか、シーズン2コビー出してたら結構描けないもんね。イーストブルーだからこそあそこまで見たけど、あのあれ見た、ムービー、ムービー見た、ムービー見た、見た、あれもうミスター3確定よ、ミスター3確定、ね、へー激アツなのよ、最後のあの演出俺鳥肌だったわ。多分だからあの飛ばされるかもって思ったリトルガーデン飛ばさないのよ、大事なんだよやっぱ、だから巨人族出んのよ、だから間違いなく、ってなるとアラバスタまで描ききれなそうじゃん、うんうん、ってなると多分コビー 出てる余白あるかっていうのもあるし、うん、まあそのぐらいね、まあちょっと今それましたけど、ジャイアント篠田さんとかでやるのかな。そのレベルの巨人、2メーター弱ぐらいの巨人だけど、さすがに入るだろうね、 CG の巨人じゃないんだ、うん、そこ、うん、さすがに入る、ジャイアント城田さん、ね、じゃあデカめの、じゃあもう一人でかい、ね、でかい人でね、そうだね、もう一人でかい人で、ボブサップさんとか、ね、ボブサップさんね、ボブサップさんの二人だろうね、ほんと人間レベルの巨人だ。小林武もめっちゃあの食べるの早いけどね、あのホットドッグ水につけてた、大食い系で固めるなんかもっとそのレスラーとかさ、うん、お相撲さんとかでいいんじゃないせめて、じゃあいいんだいいんだ、今もうその巨人の話はコビーの話だよ、うん、いやそうよ、コビーが出るからさ、うん、ねえ、まあ、そのくらい出たから激アツなのもあるし、俺ね、あの本当にね、オネスティインパクト、俺もあれ泣いたのよ、あれ、熱すぎて、かっこいいね、もうあそこ熱かったね、やっぱかっこよかったし、あのやっぱコビーって本当なんか、やっぱルフィみたいにその天性、まあ、もちろんルフィは努力はしてるんだけど、まあ、どっちかといったらその天性の天才、天才寄りの、まあ、強さだけど、コビーはもう純度 100% 努力の主人公じゃないですか、これってやっぱそれも結局熱いんだよね。でそっちがやっぱ成長して四皇幹部を一人もう島ごとバー破壊するぐらいの成長を見せた、うん、あそこで覇気が開花した、僕やるからみんな死ぬって言った時のパワーでドカーンと、うん、かっこいいね、あれはもうなんか鳥肌ものだったね、うん、そうもうヒーローなんだよね、うん、そうあのルフィもヒーローなんだけど、やっぱその自分を犠牲にしないヒーローが海賊じゃないですか、うん、ただこれやっぱり自己を犠牲にしてしまうヒーローっていうのはやっぱかっこいいんですよね、うん、いやあのそのスパイダーマン僕大好きなんで、うん、そのスパイダーマン的な良さ、なるほどね、本当に市民のため、うん、人々のために戦うヒーローっていうこのかっこよさがやっぱコビーにあるから、うん、
熱いですね、コビ大好き、はい、下手したら今後多分1位になる僕は余白があると思って、今後どうなるかだね、うん、今確かにね、いや最終的に海軍階級が変だもん ね、 いいね、今は大佐だからね、そうか大佐ではあるんだよね、うん、一応ただソードのね、あそうソードだから辞表提出済みだからね、意味わかんないよね、だからいつでも首切られる可能性があるんだよ、うん、ああそういうことか、だ一応やめてはない、うん、ただ、うん、あのコビーを人質にはできないぞっていう、なるほどね、でそのぐらいを自分を犠牲にしてまで海軍のため組織のため人々のために頑張ってるっていうのが相当ですからね、うんうん、そうか、これ今後1位になるとは思っての今余白残しての2位です、うん、はい、うんはい、では秀さん、はい、第1位、はい、第1位ね、第1位はうーん赤犬、まあそう来ると思ったわ、そっちだった、まあそっちだったか、うん、言ってたもんねちょいちょいね、うん、赤犬、赤犬好きなんだもんね K さんは、うん、赤犬いいよね、なんかわかんないけど負けてないもんね、まあ負けてない、まず負けてない、まあそうだな、うん、まず負けてない、でトーナメント方式なの今日のKさんの脳内でトーナメント繰り広げたまず負けてないからいいよね、まあまあ白ひげにねちょっとダーンはやられたけど、うん、まあ負けてはないか、まあまあ、最後の最後まで ね、 最後の最後はなんとかこういったし、はいはいはい、まあやっぱりあと能力もまあ好きだしね、まあ最強クラスだよな、マグマグは、あれちょっと強い、チートやん、もうちょっとチートだね、相当だよね、あれも使い方によってはだからもうイム様を超えるから、あれもそこなんな、うん、イム様法と対決してんのイム様法はシードなのねそうあれシードシードだよあれは、うん、しかもあれは今決勝でも使う、あの他の道具使ってる説もあるじゃん、うん、あれはまだ、ああまあなんかね分かんないけど、空中のなんかね、まだ分かんない、なんかあったからなんだけど、古代兵器感あるもんなあれな、そう分かんないけど、赤いの場合自分でできるから、自分で流星火山出るから、うん、やっぱあれとかさ、はいはい、強いし、広範囲にいけるっていうのはやっぱ俺の中で強い、チートに出会ってくる、ね、チートの基本的に強いな、チートチェックポイントね、チートチェックポイント、チートチェックポイント、そうやっぱ差しでも強いやったら、重要な要素ね、差しでやったらもちょっと強いっていうのもあると思うよ、ね、その能力的に強いとかもあるんだけど、うん、やっぱ広範囲にいけるかどうかは結構チートポイントなんだよね、うん、俺にとってまあまああの差しで戦うか、うん、大勢と戦うかってなるもんね、そうそうそう、戦いでね、うん、なんそうそうそう、うん、でそしたらね、あの全部まあマグマにできたりも多分するでしょ、分かんない、何がロギアの場合覚醒あんま分かってないけど、うん、ね、うんうん、もうそこら辺行って全部あれマグマにして全員一発でやったからね、あんたね、それで終わりなんだよ基本的に終わり、うん、あの、はい、頂上戦争も多分だから手抜いてたんだと思うんだよ、やっぱ赤犬って、ね、あんな落ちなんだよ、ね、違う違う、そう違う違う違う、さすがに自軍もやられるからでしょ、さすがにさすがに海兵全滅しちゃうよ、うん、そんなだからまあもうちょっとだからその本当戦略的にあの、はいはい、地面に海軍の味方を置かなければその作戦で一発でこう沈められた説もやっぱあるんじゃないかなって、うん、まだ思うわけいや、うん、やってたよちゃんと、あの白ひげ海賊団海を凍らしてそこにのけらしてそこダダダダドンってやってたよ、いや俺的にはまだ甘いなってところもやっぱあったから、うん、徹底的、やっぱりその全部を杯より徹底的スタイル全部マグマに変えて全員マグマに沈めるっていうのが一番早いからでその上から流星風邪打ちまくれば、うん、一発で直せるからそれ、まあ、じゃ違います、あのそれ漫画として怖すぎます、それ漫画としてそんなんで終わったらもう終わりなんですよ、だからここからもう赤犬一強の世界だよね、うん、そう一強の世界、イム様戦ってルフィがその空いた道通ってワンピース取りに行くって感じなのかな、うん、なんでイム様戦いが戦っていや海兵と世界政府でシードで本当に戦っちゃったよ本当に戦っちゃってんじゃねえかよ、まあ、あとあのって正義も意外と好きだよ俺、徹底的な正義っていうのは、まあまあまあな、うん、まあもちろん正義が何かって言い始めるとちょっとキリがないからね、言わないようにしますけど、難しい、まあまあ市民をやっちゃってるからね、うん、坂月はね、そう、まあでもまあ一応そこに何かもしかしたら過去とかの階層が入ったらまた見方変わるかもしれないでしょ、いや絶対何かあるもんな、坂月は何かあるよ、ありそうだね、あそこに至るまでの考えはあるよね、そう市民に手出してまで正義を貫くかっていう話なんですから、何かあるかもしれない、何、ね、かあるよね、まだそのまだその余地があるから結構好きなんだよね、海軍キャラってその幼少期分かってないからね、うん、ほぼそうか、ね、まあ坂月に限らずね、ほとんど分かってないから、いやここ深掘ったらもう無限にあるもんね、マジで、そうそうそう、うん、うん、まあみたいな感じですね、楽しみだね、はい、はいはい、ではじゃあ僕の第2位、はい、1位です、第1位もう一回2位発表しようとしてるサーロー
サウロ第1青生地。あいいね、クザンね、残酷ね、残酷、残酷って呼んでんの、残酷よ、昔のなんか六本木のプロデューサーみたいな、残酷でシースね、残酷でシース、クザンとシースみたいな、クザン、ザギンでみたいな言い方、残酷でシース、ザギンの言い方、残酷。いやかっこいいよね。まあクザンは好きだな。 今どうなってるか知んないけどさ、もう何かあるんだろうけどね。あれだけ闇落ちしててもかっこいいもん。どっちにしろか。裏書いててもかっこよくない？闇落ちキャラってやっぱかっこいいからね。サスケはちょっと行き過ぎてるからあんまだけどさ。サスケはちょっと行き過ぎてたけど。サスケはアンチだな。青木じゃなんか飲み友で仲良くなってみたいなのはなんかいいよね。あれはあれで。あれは黒ひげとねなんか意気投合したからね結果的に。でもあれで裏なかったらそれはそれでおもろいキャラですね。何があるんだろうと思うよね。だから飲みの大切さ、ノミニケーションの大切さを教えてくれるみたいな。ただ付き合い方はもう考えた方がいいみたいな ね、なんか感じだよ ね、 そ、 うだよね、そこの教えだよね。そうだよ、赤犬に負けて ね、 すねちゃって酒飲んで、うん、そうだよ落ちぶれちゃってるんだろうからね。飲みの席でなんかね反社の人と写真撮ったら世に出たらやばいみたいなことだもんね。それはやっちゃダメだよみたいな。あったもんね、いろいろあったからさ、ね、写真撮ってるだけでもいろいろ言われるんですかみたいな、うん、 それも教えてくれたっていう ね、 気をつけなきゃだよね。気をつけなきゃいけないから。いやクザンは好きだな。クザンかっこいい、能力もかっこいいしね。絶対なんかある。いや強いね、ヒエヒエはめちゃめちゃ強い。まあケイさんに比べたらもう負けてるから弱いのかもしれないよ。まあちょっと一回ね、赤いには負けてるからトーナメントね。最強トーナメント負けてるから。弱点のあれはあったんかな。やっぱさすがに氷はあれ、まあ、氷そうなのかね。でもこれの方が強そうだよな。いやでもマグマの方が物理的に言っちゃうとマイナスってあの決まってるんですよ。なあ、なるほどね、マグマの方が強いんだ。マグマは上限ないんで。ああそういうことね。273度、マイナスは273度までしかいかない。じゃあ水とさ、水とマグマだとどっちが強いの？水とマグマ。マグマでしょ、そのすぐ蒸発して終わりじゃない。だからそれ量によるよね。 量によるよ。ああそっかそっかそっか。そうマグマの温度を冷やすだけの量があれば、うん、マグマ最強じゃん。やっぱ強いんだよ、チートじゃん。マグマってだって何千度あんのよ、結構あるよね。確かにそうか。だから量によるよね。だからそれもね、まあ本当これは物理的な話だから、まあね、どこまで適用されてるか分かんないけどね。うん、別だけどね。いやでも強いよね。まあでもとはいえ強いよクザン。どう絡んでくるか、うん、とはいえ例えば黒ひげマッチアップになった時誰と戦うのかとかさ、まあみんな麦わらとね戦うのか、うん、だってウソップとかじゃ勝てないわけだからさ、ね、そんなこと言わないであげてほしいけど、まあね、言わないであげてほしいけど、まあ、今ちょうどいいんだっけ。いや人数的には黒ひげの方が一人多い。あだからそこだよ、大和だったらまあ氷対決とかはあるんだよね。それがサニー号なのかっていうね。うわなんか船が ねだってまだ分かんないじゃん何があるのさ。サニー号戦う一応あのいやビブルカードも仲間としてナンバリングされてますから、ね、なるほどね。うん、フランキーでは出たあでもなんか意味あったんじゃないかとか ね、 あるね。そうフランキーの手配書もさ、ね、だってあれ謎すぎるじゃん、なんでフランキーサニー号なのっていう謎もあるし、なんかあるかもしれない、ね、おもろい、まあ、気になりますね今後 ね気になるね、男は見せてくれそうわけよな、どっちに転んでも。いや絶対あるよ、俺はそっちだと信じてるよ。じゃなきゃ許せない。一回仲良くなった黒ひげのことを裏切れないのもかっこよくない。なんかそっちの筋もね、どっちの筋もかっこいい、うん、だからどう転んでもかっこいい。だからもうかっこいいルートには乗ってるよね。乗ってる、せこいよね。あ男としての嫉妬としてせこいね。いいね、はい、じゃあ私の第一いきます、うん、もうこれ外せないでしょう。モンキー D ガープ。ガープ。もうガープ外せないな。かっこよくなりすぎたね、あそこで。いやもうかっこよすぎるし、俺はもうね、あそこ本当に泣いた。あそこなかったら1位ではないでしょ。なかったかもな。あそこなかったら未知すぎたか、うん。そうそう。俺あんま未知すぎるとそんなにっていうのがある。俺人間性がその見えた時は結局好きなんだよ。その誰かさんみたいに、あのトーナメント繰り広げないんですよ、やっぱ僕は。いやでも全然いいと。だからそれはあの人それぞれじゃん。その好きの尺度っていうのは。そう、それはもうそうそう。ケイさんはそうかもしれないけど、俺は、まあ、まずそもそも頂上戦争の時にやっぱルフィにやられちゃったっていうあの何親としての心が見えた時も、まあそもそも好きだったのやっぱあそこで、うん、ガープ結構好きで、ただ強さ的にもどうか分かんないって時に、まあ強いんだろうなってなってコビー救いに行くぞってなって、でも海賊の時いきなりぶち込んできて、いきなりギャラクシーインパクトボーンっていうさ、あの覇王色破棄じゃん、あれ間違いなく。
覇気まとったパンチでもう島ごとバーンみたいな、うん、でギャラクシーディバイでバーンみたいな、もう鬼クソ強強、うん、まあ、そこのかっこよさでね、拳一つであの強さ、まずその強さとしてもかっこいいし、ただやっぱ最後この何コビーを守ったとはガープ言ってないけど、結果コビー守るために自分が犠牲になってさ、死竜、ね、に刺されて、うん、からのあの傷を負いながら黒ひげ海賊団の面々と、だって何対1よマジで、ね、あれだってずるいって黒ひげ海賊団、いやいやそんな、そんな青木人のこと責めないで、そんなことない、いやいや、うん、いやだ1位と戦ってんだ今、そうだこの人クザ1位なんだクザ1位だからな、それ勝ったよね、青い赤いのはね、そう、まあ、そう一番強いね、いやいやいや、やばいやばいやばい、なんかトーナメント繰り上げられてる、やだやだやだトーナメント、いや傷ある、傷あんだからガープ傷負ってんだから、シルにウィーンじゃねえよ、バカみてえにウィーンやめてでまあそんな中ね、うん、傷負いながらのギャラね、やべえ忘れちゃった名前、ギャラクシーディバイドだね、バカーンつってさ、もう島ごとねピサロボカーン割って、うん、でさ、お前たちが海軍の未来じゃって言って、かっこいいわいやもう今話してるだけでなんか熱くてなんかじわっときてるわ今、ね、いやこの何年配キャラとして全てがかっこよすぎない、かっこいいね、メンタルかっこいいし強さかっこいいし、で全て若者のために未来につなげるためにコビーたちを逃がすために自分が結果犠牲になってるっていう、うんうん、いやこの生き様がさ、なんかやっぱ自由奔放とはいえなんかそこはあるんだっていう、だからまあやっぱそこにもルフィに受け継がれてる部分あるじゃん、うん、やっぱルフィって仲間のために全てね、絶対に勝ってくれるっていう、うん、なんかその良さがあったよね、そうね、あ、そう、うん、自分たちの部下のため未来のために自分が犠牲になって最後かっこよく散っていくっていう、うん、俺もこれ勝てないわこのかっこよさ、ガープ強いね、これヒーローだわ、うん、ヒーローすぎる、コビーもここまでになってほしいね、うん、いやだからコビーが今後お前はもう頑張んないといかんぞっていう、だからコビーに対する期待があるよね、うんうん、あでもガープ、なんでお前そっちなんだよ。まあそれでもあるわ。でもあるな。でもある、それ本当にあるわ。お前ガープにここまでやったんだから、お前本当マジでやばいぞ。今後未来見せてくんないとっていうのはちょっとあるね。うん、俺下手したらクザンアンチになっちゃうぞっていうぐらいの事柄だったから、やっぱあれって、うん、ガープとクザンって、なのでやっぱガープ1っすね今。いや今急にだからガープフィギュアが欲しくてしょうがないですよ実は。かっこいいよね。直近で出てないから。あ、そうなんだ。あの技出した後出てない？いや出るんじゃない、俺出ると思うよ、うん、ソードとカープで、ね、いや絶対出ると思う、一番くじ絶対出ると思う、うん、一番くじソードはあるでしょ、ソード系のはあるね。いや出たら絶対いいじゃない。いやガープ大将のやつやりたかったよね、一番くじね、あれコンビじゃなかったんだよね、あれ。あ、そうだった。いやコンビなんか特殊だったっけ。コンビニではなかったけど、麦ストとかだけやった気するんだよな。だから見てないんだ。はいはいはい、そう、俺もあのね、俺結構ね、その、まあ、完全に個人の、 あの好みなんだけど、うん、結構あれあの造形師さんのパターンだと結構あの何リアル寄りというか、うん、結構ゴリゴリ、うん、あの、うん、結構彫りが深い寄りなんだけど、うん、俺あんまり結構つるっとした方が結構好きだったりするんで、結構そのフィギュアの好みでもあって俺はね一回スルーしちゃった。最近脱毛してんだね、うん、脱毛してスネ毛ツルツルとかじゃない話スネ毛ツルツルキャラが好きとかじゃない、マルコシャンクス生えてるからちょっとなーって言ってないです、言ってないです、好き好き、マルコとシャンクスも好きです、違う違う、その造形の話、造形、ね、造形の話。あとルフィ以外を引き出すと俺もうマジで終わるから、お財布が。あ、なるほどね。だからそういう目もあってもう泣く泣くスルーしてたけど、あそこガープ張ってたら俺引いてたかもしれない。ガープ出るでしょうね、コビーガープ、ね、ね、いやー激アツだろ、さすがに引くなそれは、うん、うん、っていう感じでガープです。はい、いや暑いね、ちょっと暑いじゃん、スモーカー入らずか。いや悩んだよ、いや悩んだよ、俺めっちゃ入れたかったよスモーカー。ただ今最近さあんまり絡んできてないもんね、本当に。ケイさんってスモーカーどうなんだっけ、あんまだっけ、なんかすごいなんかバカにしてるっけちょっと。いやバカにはしてないと思うけど、うん、まあすごいなちょっとな、うん、そう、まあ、もう今日の感じを見るとそうだろうねトーナメントを繰り広げて、ね、強くなっててほしいねどっかでね、な期待ね、分かる、ライバル海軍のイメージだったからさ、分かるわ分かるわ、あの本当ルパンとゼニガタみたいな感じだと思ったもんね、そうそうそう、マジだよね、あの、うん、そんな印象あったもんな、強いんだろうけど、うん、ただ2年後になってやっぱ覇気
になるとねちょっと変わってきてるからね。そうそうそう、また変わってきてる。期待はしたいね。確かにスモーカーに対する期待は、だって能力があんま強くねえのか、覇気が使えちゃうとね。そうだね、煙は、いや煙だとね、マグマだとその分覇気があろうが焼けるじゃん一旦、そういうのがあるけど、スモーカー確かに煙だからね。そうなんだね。今後への期待ですよ。でスモーカーは間違いなくて、いや銃って根性焼き。いやいや何期待してたら根性焼きしだすのスモーカー。やだな。俺食らえっつって。出せ。今後に対する期待ありますね。うんうん、まあ他も出てないキャラいっぱいいますから、ちょっとそのあたり皆さんのコメントなんで。うんちょっとネタキャラもいっぱい言いたいのあったけど、まあ、一旦これにしときましょう。はい、ちょっとまたこれ系やりましょうよ。うん、いいね。ね、またこれはしょっちゅうやってる。やっぱ楽しいね。悪魔の実とかさ。シンプルに、やっぱシンプルに盛り上がるから。悪魔食ってないやつで好きな部屋とか、なんかそういうくくりとかもできちゃうね。はいはいはい、いやいい、くくりもいい、うん。非能力者。非能力者はいいやるよね。剣士とかね。能力者、能力。全部いけるよ、これ。うん、やりましょう。うんうんはい、はい、また見たいぜって方はねぜひ高評価お願いします。はい、はい、今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。次も見てください。よしお楽しみは、またね。 K さんのアンチランキングもやります。前向いて1,2,3,4,8 全力でまっすぐに自由求め思いのまま進んでいけ 1,2,3 全力で